足場を崩し、繊維を損。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。諸君の勢いは恐ろしいほどだ。悲しみがあの男を修羅に変えたのか。 敵陣を切り崩すのだ。 敵を撃退する。 敵を撃退できた。士気を守り抜けてよかった。これで退路の心配はいらないな。皆も安心して戦えるだろう。その勝利こそ正義の証。おお、素晴らしきお働き。 この拠点は医療攻略への足場となる。必ずや確保せよ。ここを抜かれれば医療はすぐそこ。絶対に諸君の奴らを突破させるな。
勢を撃退するぞ。弓戦車始め。敵が足場を崩し、全員を損。これが憎しみに駆られた諸君の力か。しのぎきれん、撤退する。これで医療攻略の足場を確保できる。前線は伸びてしまう。大丈夫だ。この勝利こそ正義の証。よっ、我が三国一。敵の要所を叩く。あそこが目障りじゃの。一つ奪い取ってやろうぞ。ここは手薄みたいだな。みんなに忘れられる前に俺が守る。五軍の兵糧庫があるようじゃ。こちら先鋒隊で急いで制圧しようぞ。五軍が来ただと。進軍路を塞げ。絶対に先へ行かせるな。熱き魂をほとばし、ゴーテンポー。邪魔しよって。王達を倒さん限り全てを見んのよ。養老庫を奪われた。これでますます影が薄くなるな。今だって養老庫を制圧できたわい。武田さんでは手強い将軍だろう。この勝利こそ正義の証。よっ、我が三国一。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。でね、兵糧庫が職軍に制圧されました。補給部隊を編成できません。職軍、いつの間に兵糧庫。職軍はついに医療までたどり着いた。兵器を稼働させろ。うちは必ず守る。いいんじゃない。必殺名戦却。職軍が戦線を押し上げてきた。指揮から援軍を呼び、攻撃を仕掛けるぞ。デネ、士気が職軍に制圧されました。攻撃を遂行できません。すでに手を打たれていたか。敵上に駆られるばかりの軍ではないようだな。慶南の支配者、土慶の民推進。僕と協力し、尊敬を討たん。南方
高の異民族、武系の民の精鋭部隊、俺は職軍、いつの間に協力関係を結んだのか。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。足をほとばし。敵の足場を崩し戦意を損。ここで倒れては孫悟を守れ。この落とし前は体勢を立て直してからだ。はやよし、ここで防御体勢を取るのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。山地の攻め、これを接収する。みんな進め。これを接収する。みんな進め。戻って策の練り直しだ。敵将ダモーキが討ち取った。おお、よくやってくれた。彼の地を攻め、これを接収する。みんな進め。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。熱き魂をほとばし、ゴーテスト。真の三国武装だよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。大路を断つ守りの剣。支持してください。この地は我が軍の生命線です。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。
足場を崩し、戦意を損。必殺ヌエーラ戦略。敵将本気が討ち取った。はやービヤーと火を若三国一。敵の足場を崩し、戦意を損。やってくれた。劇場に支配され気づけなかったようだな、劉備よ。お前はすでに我らの術中だ。何？どういうことだ？なんと凄惨な子。ええ、我々は白帝城まで撤退する。みんな必ず生きて生き戻るのだ。申し上げます、リクソン。白帝。城への道を塞いでいる模様。五軍で。すでに手を回していたか。みな進め、リクソンを撃ち、退路を開くのだ。
れば、とりあえず出発。はやでも絶対みんなで職に帰らないと。可憐なる花は散るが定め、愛しき孫悟のため主を討つ。撤退に手間取ってしまったな。だがまだ勝機はある。諦めるものか。敵の痛いところをついておくが、狙うはあの地だ。行くぞ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。必殺無影だぞ。まだこれほどの力が残っていたか。孫悟の役に立てぬとは無念。四角を攻める。諸君の要が気が打ち取った。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。よし、ここで防御体制を取るのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。この勝利こそ正義の証。ちゃんと強いって素敵ですね。ない人も多いですから。
肝心要の守りが手薄だ。ここは自分が役目を果たすだ。敵の伝軍は超人、ロブン卿が相手だ。この意地自分に見せてみろ。皆が撤退するまで敵を食い止めねば。超神いざ参る。半端な覚悟では戦場に立たん。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。よし、ここで防御体勢を取るのだ。熱き魂をほとばし、五軍の追撃を阻めたか。だが安堵している場合ではない。なかぬ勝利を手にするまでは。この勝利こそ正義の証。安全のため士気も抑えたいが、正面から攻めれば兵器の餌食になるな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。Yeah!
後退してはダメよ。皆を守るのが私たちの役目だもの。素晴らしきお働き。熱き魂をほとばし、ゴーヘッド！四季を守りきれないなんて、孫賢様、申し訳ありません。敵将、魔王騎が討ち取った！おお、よくやってくれた。を守り抜いて目立ってみせる。忘れられないようにしてやる。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。指揮を取られた。この失敗はみんな忘れてくれるといいな。じゃあそろそろ出発。とりあえず大事なとこ。この勝利こそ正義の証。バイ強い、すごいんですけど。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。孫悟の未来のため、あなたはここで撃ちます。諸葛亮様より伝令、こちらの撤退路を進んでほしいとのこと。赤兵八陣を突破。内部は五軍が守りを固めています。リクソンにばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。ここまで来て逃がすもんかよ。覚悟しな。敵の進路を妨害したいところです。指揮に援軍を要請してください。熱き魂をほとばし、ゴーヘッド！ここの守りが手薄だな。俺たちで防備を固めるぞ。申し上げます。諸軍が四季を制圧、援軍は望めません。この状況で直樹の手配。さすがは諸葛亮先生ですね。待たせたな、リクソン。さあ
一緒に諸君を追い込もう。烈火のごとき進軍、さすがですね。孫悟の未来、共に切り開きましょう。赤兵八陣にて五軍を足止めします。劉備どもはその間に撤退してください。諸葛さん、すまぬ、どうか無事でいてくれ。どうよ、今さら逃げるなんて虫がよすぎるってろ。おとなしく至れなよ。そうか、攻める。そこを奪う。そうか、攻める。そこを奪う。そうか、攻める。そこを奪う。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。逃がすと思うかい。あなたはそう、真の三国無双です。そこ攻める。そこ奪う。そこ攻める。そこ奪う。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。死守してください。この地は我が軍の生命線です。接収する。みんな進め。劉備はここで打ち果たします。邪魔はさせません。全力で行きます。彼の血を攻め、これを接収する。みんな進め。撤収する。みんな進め。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防げたか。白帝城を急ぎ撤退しよう。みんな、よくぞ私を救ってくれた。
父上。リュウゼン様、魏が攻めてきてしまった。皆、なんとか追い返してほしい。敵は外邸に本陣を構えております。リュウゼン様、この長子竜にお任せを。リュウゼン様、諸葛亮殿からの書状、お忘れではありませんよ。ああ、そうか。皆、待ってほしい。諸葛亮から策を預かっているのだ。まさか、張飛さんの部下に…我、剣に向かう。劉備のため諸君守る。俺たちは聖兵館に行けばいいんだね。諸君を守るために頑張るよ。指示通り傭兵館の守備につこう。私たちの諸君、魏軍などには奪わせぬ。俺の向かう先は漢中か。諸君は絶対に守ってみせるぜ。承知しました。私は白帝城へ向かいます。ふう、指示は皆に行き渡ったような。俺の力。役に立ったな。敵の痛いところをついておくから。狙うはあの地だ。行くぞ。この辺を守るのもお役目かな。狙いはあの地だ。みんな行こう。そろそろ出発。熱き魂をほとばし、高天灯。あれ、容赦ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。
ここを援軍が通る手はずになってる。邪魔をするならお引き取りいただこう。そう言われて引くわけなくない？援軍なんか絶対呼ばせないんで。ここを通るか。増援は5か。それはまずい。急ぎ5に続く門を抑えよう。5の方向ってことは東側の門だよね。頑張って閉じないと。やられた。あとは任せます。諸軍がここまでやるとはね。この援軍は諦めるしかなさそうだ。白帝城から魏軍を撃退しましたね。これで呉からの援軍を防げます。その勝利こそ正義の証。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。いいことを教えてあげる。私とここを守らないと大変なことになるわよ。公兵への指示で忙しいのですが。急な客人には騒音の対応をしなくては。それにしても旦那様は何をしているのかしら。それは撤退しましょう。投降兵に指示できずとも投降はしません。あの辺りが狙い目でしょうか。とりあえず行ってみましょう。旦那様の策が読まれていた。帰ったら文句の一つも言いたいものね。木の奴ら逃げ帰っちまった。俺たちはどうする。これ以上付き合う義理はねえ。帰るぞ。大王だってきっと許してくれるだろう。劉備殿のいない職などすぐに瓦解しよう。俺が引導を渡してくれる。毛達殿はそういう。職の勢いは侮れ。自分の援護に回ろう。
し、他を寄せつけない。ブお見こんなに強いんだ。必殺ぬえー、願いたのは失敗だったか。劉備なくとも職軍は結束していい。好機と捉えたのは誤りであったか。範疇は防衛できましたね。これで策もきっとうまくいくでしょう。この勝利こそ正義の証。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。何を召し上がりますか。またのお越しを。今こそ敵の要所を叩く。王兵艦を脱出する。皆続け。張り切っているな、宗心殿。俺も宗家千里の駒として援護しよう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の要所を落とす。おとばし、皆応じる。そんなバカな油断があったのか。俺はなんと役立たずなのだ。私の知略が破れようとは。敵将王騎が討ち取った。ああ素晴らしきお働き。傭兵艦を取れなかった。芝居でも面目ない。この勝利こそ正義の証。他を寄せつけない部。お見事です。今日こそあの男を手に入れる。邪魔する者には何をするかわからない。オーデンに奏でる復讐の旋律、私が支えましょう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。嫌な予感。必殺ぬえーら戦車か。敵将馬防機が討ち取った。
局を左右しうる熱き魂を私たちで守るぞ。ゴーテンソー火をき散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。手が届きそうで届かない。バッチョ、思いだけが募っていく。おかげで聖兵館を防衛できました。龍禅様もきっとお喜びになるでしょう。その勝利こそ正義の証。ここまで来るとは劉備を失った諸君を侮っていた。我が君のもとへは行かせませんわ。皆敵の将を止めるのです。無策で出迎えると思ったか。兵器で貴様らを追い返してくれる。あ、少し気になる。制圧に向かおう。俺らはあそこを狙うぞ。役に立つとこ見せとかないとな。よし、ここで防御体勢を取るのだ。死を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。熱き魂をほとばしれ。ゴーテンソー、我が君、申し訳ありません。どうかご無事で。敵将ザボウキが討ち取った。よっ、若三目一致。驚いて策の練り直しだ。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。お顔を寄せつけない。オーケーです。おお、素晴らしきお働き。どうにもならん。
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。策に翻弄されるとは、この屈辱決して忘れんぞ。必殺ヌエーラメッキャー。敵将ザモーキが討ち取った。よっ若三国一。ふっ、職を滅ぼす好機を生かせぬとは、どこかに慢心があったか。なんとか義を追い返したか。諸葛亮の策と皆の奮戦のおかげだ。これからも共に諸君を守ってほしい。龍禅様。義の信仰は次は何中へ行く。何中は多くの武士。ええ、義と戦うには何中との融和が不可欠。大王孟獲と手を組まねばなりません。大王を振幅させるまで何度でも戦い、蜀の強さを示しましょう。南中特有の投降兵は強敵です。攻略には相手を知る必要があるのですが、その調査に出た理解が戻りません。探してきていただけないでしょうか。
宮の兵は天枠苦戦しております。どうか奴らを撃退していただけませんか。わしらの土地を荒らす奴は許さねえ。みんなまとめて追い払ってやる。しておいてやれ。次は絶対に追い払ってやるからな。本当に助かりました。これで投降兵の情報をお伝えできます。奴らの鎧は非常に硬い反面燃えやすい。攻撃に火を用いればたやすく破れそうです。敵将馬毛騎が討ち取った。俺の力役に立ったな。殿につくと決めたのだ。王職には戻らぬ。覚悟してもらおう。皇帝はわしらの家族だ。手出しするんじゃねえ。王職を裏切らないので許してください。その勝利こそ正義の証。そうそう、南中の毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力を奪われ、南中には毒を無効化できる忍者もいるとか。お困りの際は探してみてはいかがでしょう。我こそは馬毛騎、真の三国武装よ。には毒沼が多数あります。入れば体力を奪われるでしょう。とある忍者が万安家に住んでいます。彼なら毒沼の対処法を知っているかも。
イヤー！タッタッタッ。何？毒沼の対処法を知りたいと。では、毒性を薄める薬を一人分お渡ししよう。もっと欲しければ出し代用に頼むといい。奴の薬なら毒を無効にできるだろう。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。山々だが、毒沼があって前に進めない。その兵は毒沼を平気で歩いています。指揮官が何か秘密を握っているのでは。南中はわしら家族の庭だ。ちょっと物がうろうろすんじゃねえ。死のいねえ間に賢明を取ろうってのか。そうはさせねえぞ。まさか毒沼を越えてくるとはな。だが我たちの命運もここまで。参った。薬をやるから許してくれ。
締めた出汁大王から薬をもらったぜ。毒を無効化。すげえやつらしい。おお、これで毒沼も安心して渡れるな。早速みんなに配れ。この先にいる投降兵の弱点は火とのこと。火矢を作れば容易に破れるでしょう。火矢を大量に作るには材料が必要です。急ぎ集めなければなりませんね。矢なら余っています。よろしければお持ちください。あの、油なら持っていますが必要でしょうか。火矢を大量に作ることができました。これで投降兵にも対抗できるはずです。俺の力、役に立ったな。ご立派な。姿、感服しました。南中兵の戦意を削ぐには最新兵器のトラ戦車が有効と見ました。トラ戦車隊を県内まで進ませます。同時に襲われないよう護衛が必要ですね。置いたらヤバそうだ。
らさ、反復しました。
上やられると象が傷つく。みんな撤退だ。この勝利こそ。次の証。秘伝のご活躍お見事です。戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。あんたらの仲間は私が捕まえたよ。愛してほしければ今すぐ国に帰んな。人質になっちまった。どうか助けてくれ。本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。なんとかしてくれ。やれやれ、負けちまったよ。こんな作戦ならじゃなかったね。母ちゃんにいいとこ見せるつもりが情けねえ。この勝利こそ正義の証。その勢い誰にも止められますまい。黒六大王の獣に何しやがれ。奴が大切に育ててんだ。勝手はさせねえ。大王、すまねえ。おめえの獣を守れなかった。敵将、馬毛騎が討ち取った。これで戦わずに済みますね。猛獣どもが逃げただと。弱ったな。早く探しに行かねえと。俺の力役に立ったな。その勢い
誰にも止められますまい。この門閣様に挑もうってのか？カッハッハッハ！踏み潰されて！うわっ！やっと！はっ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 はようやく大王を臣服させられましたか。これで南中との融和はなりそうですね。敵将馬毛騎が討ち取った。敵将南中は無事に平定。はい。南中の平定は馬長の手によって成し遂げられた。思えば彼の人生は悲運の連続だった。一族を奪われ、故郷を追われ、さらには自分さえ失いかけた。だが今彼の周りには信頼できる仲間がいる。乱世にすさみきった彼の心には確かな変化が生まれていた。